注文跡から見る、近藤跡、武蔵国分寺跡は、東京都国分寺市西本町、東本町にある古代寺院跡、武蔵国分天寺跡を含んで、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、武蔵国国分寺、国分天寺の寺院跡にあたる。現寺院については、 武蔵国分寺を参照。本史跡は、かつて武蔵国に置かれた国分寺及び国分天寺の跡地である。二次区域は、調査が終わっており、歴史公園として整備されている。一方、総寺区域は、整備事業の一環で、発掘調査中である。史跡指定範囲は、時代が下るごとに広がり、現在は11ヘクタールに及んでいる。なお、 推定される地域は、国分寺跡、国分天寺デラ跡を合わせて、掃寺近道を中心に、東西1500メートル、南北1000メートルの範囲に及ぶとみられる。国分寺崖線の南側すぐの位置にあり、かつては、道三道武蔵路を挟む形で東側には、武蔵国分寺、西側には、武蔵国分アマデラが立地していた。現在は、両人の間を、府中街道と、 JR 武蔵野線が横切っている。史跡指定地内には、鎌倉時代末期のブバイガワ原の合戦の陛下で、旧武蔵国分寺が消失した後に、新田義貞の寄進によって再建された武蔵国分寺も所在している。国府から南北の道でつながっている。近藤跡旧武蔵国分寺の創建は、 8世紀半ばの750年代末から760年代初と推測されている。敷地は東西8丁、南北5丁半と推測され、諸国の国分寺の中でも相当に大きい部類に属する。ガランそのものは巨大と言えるほどの規模ではないが、それでも近藤正面は七まで幅36メートル強に及んでいる。近藤武蔵国分は、 掃除から東山道武蔵城を挟んで西側に立地していた。ガラン配置ははっきりとは分かっていないが、これまでに、中門跡、近道跡、二棒跡、二棒付属施設跡、築地兵跡が検出されている。現在判明している限りでは、築地兵に囲まれたガラン中枢部は、中門、近道、二棒が一直線に並ぶ形であり、近道と二棒の間の空間、 かつて宅地開発で破壊されたあたりに行動が存在したのではないかと推測されている。首脳、胸像、南大門などの位置もまだわかっていない。二棒は五棒を備えており、その規模から合計で10名程度の二層が寄居していたと考えられている。ガラン中枢部の背後には小高い丘があり、かつてはこの丘にも、 国分はマデラの関連施設が存在したとの公費があったが、近年の発掘調査でこの丘から出たのは中世の寺院跡であり、国分はマデラの施設が存在したとしてもこの寺院の建設時に破壊されたのではないかと考えられている。なお、この伝薩王子跡の丘には切通しがあり、鎌倉街道上通、道跡との公費が存在している。 武蔵国分寺山道口古代の国分和寺の正確な跡地は長い間不明であった。江戸期にはこの地域一帯から古代の河原辺が出土することが知られており、現在は国分和寺が存在したことが明らかになっている一帯を国分和寺の跡地に否定する絵図も1823年の武蔵名小図絵が存在している。明治時代にはネギシタケか 重田定一らによる現地投査が実施され、国分寺跡については場所が確定されている。国分天寺の場所については、住田昭一が黒松地区ではなく京所地区ではないかとの説を出したが、これは直後に山中京子による反論が提出された。なお、国分天寺の京所立地説はその後も別の論者によって提起されているが、現在では、 黒祉省の地に所在していたことが判明している。1922年、内務省による史跡の指定を受けて、東京府がこの地を調査し、祖跡の配列から仮覧配置の推定を実施している。1938年には、角田文江編、国分寺の研究が出版されたが、その中で、宮崎忠氏は、武蔵国分寺の創建時期を検討し、 出土する河原編の牧所に、武蔵国21軍のうち白木軍の名前のみが見られないことから、武蔵国分寺の創建時期を、全国に国分寺を建立せよとの聖武天皇の直が下った741年から、白木軍が設置された758年の間では、ないかと推測した。この説は後に、有吉十三によって再検討され、河原の文様の分析から、 756年以降、764年までの間の創建ではないかとの説も提出されている。1950年、石村義秀が国部アマデラの位置を黒松地区の中でさらに絞り込む論考を発表。その後も国部アマデラの位置を黒松とする論考の発表が続き、軽諸説はほぼ棄却された。1956年、初めて、 国分寺跡で発掘調査が実施され、近道と行道の跡地の研究が進む。一方、黒松地区では1964年に無許可で大規模な宅地開発が行われ、行道跡と現在推測されている一帯が未調査のまま破壊された。これを受けて、国分寺市はこの年以降、1971年までに8時にわたる緊急調査を実施している。 この調査の結果、宅地開発によって破壊された一帯のすぐ南に、近道の基団と考えられる半畜が、またその南には、注文跡が検出された。1999年には、府中市内の都営住宅建て替え時に、旧武蔵国町から北に向かって、東山道武蔵城に向かう道と、その道からさらに、国分寺南大門方向に向かう道が検出され、 国分寺方向に向かう道の入り口両側に柱跡も検出されたため、武蔵国分寺山道口として史跡に指定された。発掘調査は現在も続けられており、2008年1月現在では、注文跡と塔跡にに検出された第二の塔の基段の調査が行われている。また、2007年度から2010年度までの予定で、 南大門地区の調査を行っており、以後、継続して2011年度と2012年度には、東地区、2013年度と2014年度には、北方地区の発掘調査を行う予定である。1973年、地域と推定される、地域内に、国分寺市立第四中学校を建設する計画が発表され、岩永連大を中心として、 これに反対する遺跡保存運動が展開された。これを受けて国分寺市は遺跡調査会を設置し、東京都と文化庁の協力を得ながら地域の発掘調査を進めることになる。なお岩永は田中里志学の実娘で研究者ではなかったが、日本全国の国分寺、国分寺マデラの調査保存に大きな貢献をした人物として知られている。 2001年には、史跡指定地に隣接して、高層マンションが建設され、地元住民との間で訴訟が勃発したが、2005年に、両者の和解による決着を見た。現在のところ国部アマデラ跡が、歴史公園として、整備を終えているが、掃除地区も、今後順次整備を行う予定である。現在の予定では2011年度までに、注文、混同、 高道の基段を整備し、2014年度までに山道と、南門跡を整備、2018年度までに中門とが乱中枢部を、囲む築地米首老の復元、2022年度までに、当地区の整備、2023年度までに、崖線地区の整備とされている。国分寺市は1993年に、武蔵国分寺、国分アマデ跡から出土した資料を、 展示保存する郷土博物館の建設構想を策定したが、国分寺市立第四中学校の体育館内に資料室、旧本立の遊水園内に武蔵国分寺跡資料館が置かれているのみである。郷土博物館については具体的な計画が進んでいない。出土品等、その他の文化財については武蔵国分寺の文化財説を参照。 所在地交通アクセス周辺エビ武ムサシ、国分寺跡、国指定史跡、国分寺市国分寺市、教育委員会ふるさと文化財課、見学ガイドムサシ国分寺の話、国分寺市教育委員会、52ページ。国分寺、名水と歴史景観を守る訴訟、ムサシ国分、アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。